チャオコンチャスクです。泥棒をやっつけろっていうゲームをやっていこうと思います。もう泥棒が家の中に入ってきちゃってるけど、やばくねこれ。大丈夫か。とりあえずじゃあやっていこう。スタート。遊び方、部屋に入ってくる泥棒をやっつけよう。マジでやべえな。映画のホームアローンみたいなことをやれっていうこと。気になるところをタップしよう。フライパン、フライパンをゲットしたらどうにかなるのか。おー、フライパンで迎え撃つって感じか。 OK。 まずこのレンガを取って、でレンガを主人公の男の子にあげて、あ、上から落とすのかこれ。いったそう。当たりどころ悪かったら死んじゃうぞ。 OK、 じゃあ次行こう。うわ、もう外にいるじゃん。で、ここのカバンに銃があるんだけど、銃をこの子に渡すと。で、撃つの？あ、びっくりした。本物じゃなかったのか。あれ？効かないじゃん。なんだよ。ゲームオーバー。マジかよ。ちょっと待って。カバンをこれゲットして、まだなんか入ってる。なんだこれ。あ、なんかいろいろ出てきたんだけど。めっちゃいっぱい出てきたよ。あ、これでも最強の銃に勝手に変わったってことかな。これを装備してやってみよう。どうだ。あ、なるほど、さっきは狙いが悪かったのか。股間に命中した。よし、次行こう。またドアのとこにいるな。ハサミがとりあえずゲット。で、右行ってハサミでここ切る。中にレンガがあると。レンガ好きだな。あ、とりあえずこれは、あー、ちょっと待って、なんかヘルメットかぶってんだけど。やべえ、泥棒学習してる。うーわ、やられた。マジか、賢いぞ泥棒。ちょっと難しいな、もう一回やろう。とりあえずハサミゲットして、こっち行って、まあここ開けるでしょう。あ、紐ゲットした。紐ゲットしたぞ。どういうこと、紐をこいつに使う。あ、結んだ。あ、で、振り子のようにして、レンガを横から当てるってことか？うん、痛そう。顔の骨折れちゃうよ。怖っ。よし、じゃあ次行こう。つうか、いい加減泥棒も忍び込むの諦めてくんねえかな。これなんかいろいろあるけど、これなんだ？ CD か。ポン。A は触っても何もならない。まあ、CD 何に使うんだろう。てか、主人公の男の子はテレビを見てると。CD をなんか入れる？あ、あ、あ、もう勝手にスタートしちゃったんだけど。CD というか DVD かな？ブルーレイかな？聞き耳立ててるぞ。あ、これホームアローンにあるシーンじゃん。映画の銃を乱射する音にビビって、泥棒が逃げて帰っちゃうやつ。あったね。なるほど。結構まあ確かに本当にそんなことをやられたらビビるよね。よし、じゃあ次行こう。なんか、よくわかんない壺があるけど。触っても何もなんないな。右行って、フライパン、あ、フライパンゲットしたぞ。あ、火つく。火つくね。あ、電気は触っても何もない。あ、火つけて、ここにフライパンとりあえずやるじゃん。で、熱々のフライパンにして、これをゲットして、主人公に渡す。うわ、これ熱そう。いやー、これは効くね。気絶するかどうかは分かんないけど、効くね。やけどしちゃう。大やけどしちゃう。よし、次行くぞ。ハサミがまたあるな。で、この、他は何も意味ないかな。で、右行って、ランボールを開けます。なんだこれ。スタンガンが。やべえ。ビリ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 ってなるやつじゃん。じゃあ、これを渡そう。あー、避けられたんだけど。避けるとかあんの？この泥棒でやばい。どんどん進化してんじゃん。いや、まさか避けるとは。ちょっと待って、ちょっと待って。ハサミでここら辺とか。ハサミでも泥棒がっつり切る。狂気、まあ。とりあえず開けて、スタンガンゲットする。なんか、ここ、あ、箱もゲットしたぞ。待って、箱をじゃあ渡す、主人公に。はい。ん？あ、隠れた。隠れてますよ。で、スタンガンも渡す。お、探してるぞ。よし、ナイス。あ、これは頭脳プレイだね。イエーイ、やったぜ。いいね。よし、じゃあ次行こう。
また来てるね、証拠にもなく。いい加減諦めてくんねえか、なんだこれ。おお、なんかカーペットの下がモコッとしてたから、触ったらマスクが入ってたぞ。マスク熱する？ダメ。他にはもう何にもないな。何にもない。あ、水が出る。水とマスク。意味ないか。他だって何にもないよ。じゃ、このマスクを主人公の男の子にあげる。怖え。お！おお、すげえ、ナイス。イエー、やった。普通にすごいじゃん。よし、次だ。これはバールのような何かがある。あ、横行けないよ。ちょっと待って、玄関前がなんか開けられそう。あー、穴が開いた。いや、普通ちょっとは下見るでしょ、足元。そんな素直に落ちますかね。次。この中にはコンセント、延長コードかな？こっちはゴミ箱。うっ！いやいやいや、ゲームオーバーになるほどやばい匂いって何なんだよ。自分ちのゴミだろ。とりあえず、まあ延長コードを取って、扇風機、扇風機か。扇風機をつければいいんだ。これついてるのかな？ OK？ で、ゴミ箱開ける。で、匂いが向こうに飛ぶ。で、泥棒がやばい匂いを嗅ぐ。でも扇風機で匂い飛ばしたら家中全部臭い匂いになっちゃうんじゃないの？それこそ数秒後にはこの主人公の男の子も死んじゃうわ。次は、あれ、泥棒いないじゃん、そもそも。なんだこれ。糊？なんだろう。これはじゃあ窓にやる？違うな。じゃあ主人公に渡す？ドボドボドボーってなんかやったぞ。ノリかな？おお、来た。滑った。あ、頭、角にぶつけた。死んだ。怖っ。怖っ。普通にやばいっすけど。大怪我ですけど、それって。次はなんかクッションみたいのがあるぞ。オッケー。ちょ、どうでもいいけど、この泥棒いい加減諦めないの？お、あ、落とした。触ったら割れちゃった。いや、ママに怒られること気にするより泥棒なんとかしようよ。とりあえずクッション取って、あ、わかった。下にクッション置けばいいんだ。よし。よしよしよし。で、スタンガンゲット。これでいいのかな？で、これを泥棒にやると。よし。この泥棒もいい加減懲りろよな。何回来てやられてるんだよ。よし、次。また下に穴が開きそうなのがあるんだけど、開けられないな。あ、バールのようなもの見つけたぞ。他は？特にはないか。まあ、じゃあとりあえずこれで開けて。うわ！うわ、バレた！バレました。終わった。ああ、てか普通バレるよね。あらー。なんだ、どうしたらいい？ここのカーテンは意味わからん。他何にも入ってないんだよ。で、じゃあこれでこう窓ガラスをパリーンって割って、ダメか。主人公に渡す。違うか。ドアにやる。違うか。ああ、箱もゲットできたぞ。箱もゲットできた。あ？箱を主人公に使う？じゃあ。わかった。ここ開けて、で、箱をここにやるんだ。あ、これは頭良くね？これめっちゃ頭いい。お、これめっちゃ頭いい。初めて役立つ泥棒の撃退法を見た気がする。つうか、落とし穴やるんだったら普通こういう風にやるか。ドッキリの番組とかでも上になんか蓋して隠してるもんね。そりゃそっか。オッケー、このゲームね、なんか延々と続きそうなんで、今回この辺にしとこうかな。暇つぶしにはちょうどいいかもね。結構泥棒いろんなパターンで攻めてくるから面白いかもです。というわけで、よかったら高評価ボタン押してってね。次の動画で会いましょう。それじゃまたね、バイバーイ。つうか、そもそも戸締まりちゃんとしろよって話だけどね。みんなも防犯ちゃんと気をつけてね。